前山 A13 号墳にやってまいりました。こちら6世紀後半に作られた円墳ということで、横穴式石室が残っておるんですが、なんといってもこの岩瀬千塚周辺でしか見られない横穴式石室なんですよね。特徴として、石の梁とそれから石の棚があるということで、どんな感じか行ってみたいと思います。はい、墳丘はこんな感じですね。綺麗な円墳ですよね。あそこ藤の木古墳になんか似たような円墳ですが、さあ近づいていきたいと思います。この石積みがね、先導ですけど、すごい特徴的ですよね。扁平な石をこう何重にも積んでるわけですけれども、そして入り口を入りまして、なんか玄関みたいな入り口で面白いですよねこんにちは、失礼しますと中に入りますと、こんな感じでセンサーが反応しまして電気がつけてくれます。はい、ご覧いただきましたら分かりますように、原室内も同じようにこう扁平なね形の石を積んでるんですね。この辺で取れる石なんかな、すごい特徴的ですよね。そして、これが石棚、石の棚ですね。今うまい具合に電源が置かれてしまってますけれども、そして石の針が2本ということで、1本、それからこっち側ももう1本ということで、2本の針で石室を支えている、非常に珍しい形の、横穴式石室ですね。面白いですよね他にないもんな、こんな石室。なんかね、この石積みは本当桜井茶臼山古墳のね、縦穴式石室のような石積みなんですけど、この石棚と、石の針ですか、これはなかなか珍しい。小型の円墳なんですけどね、非常に珍しい形となっております。で、奥から、入り口を見るとこんな感じ。ちょっとね、電気が機械っぽくなっちゃってますけど、でも明るくて見やすくなっております。